バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第441回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と本吉です。どうもこんばんは。こんばんは。本日11月30日、日付は変わって月曜日の0時22分というところから収録を開始しております。はい、モンキッちゃん、今日は何してたんですか？今日は、ちょっと千葉の方にですね、はい、まあ、練習試合があって行ってきましたけども。おー、練習試合ね、いいね。いや、ちょうど行ったのがですね、まあ、その、まあ、千葉の学校との試合だったんですけど、学校、まあ、千葉のポーターアリーナで練習試合できたんですよね。オッケー。相手が学校なの？千葉の大学です。はい。あ、そうなの。はい、大学とシニアが試合したの？あ、違う違う、大学同士ですよ。あ、大学同士で、それをコーチングしてたってこと？そうです。はい。あ、なるほどなるほど、了解了解。はい、でちょうどその行ったポーターアリーナっていうのが、もう本当に今でもたまに流れる、八村が凱旋帰国して、オーストラリア代表に勝った試合。はいはい、あの試合か、熱かったね、あれ。はい、あれがちょうどね、千葉コートアリーナ、ポートアリーナだったんで、その時ぶりに行ってきたんですけどもね。なるほど。どうせサブアリーナだろうなと思ったら、なんとメインアリーナで。おお、すごい。へえ、はい、ちょっと待って、結構関東ってさ、はい、コロナの影響を受けてストップしてたよね、活動。そうですね。それから久しぶりにやったってこと？ん？それから影響を受けてから久しぶりにやったってこと？練習ゲーム。いや、そんなことはないですけど。そうなの？そこそこ練習ゲームはしてたわけ？まあ、はい、要するに学校で他の学校を呼ぶってことができないんですよ。はあ、なるほど。ほんなら別の会場を借りればできるってこと？はい、それだったらオールOKよとか決して言われてるわけじゃないですけど、はい、まあ外部の会場を借りて練習試合やるっていう流れが今、なるほど、ちょっと多いですね。他の大学同士なんかでも割とそうしてるみたいですし。なるほど。はい。ほんで、モン吉はそこのコーチングをしてたと。はい。へえ、すごい。なるほどね。どうでしたか？いや、それに結果とかに関しては特に触れる気はないんですけど。ああ、そうかそうかそうか。はい。オッケーオッケー。まあまあ、いろいろ試したり、練習してきたことを出したりしたっていう感じかな。そうですね。まあ、そういう会場でやれたのがちょっと気持ちよかったのと。なるほどなるほど。相手とかもいい？はい、相手とかもいいです。紹介しなくていいね。はい、了解了解。じゃあ今日は何を話してくれるのかな？はい。それでまあ、まずは、渡辺裕太選手の動向なんですけどね。はい。なんとラプターズのですね、トレーニングキャンプに参加っていう。へ、話が今出てましてね。おう、ん、でそのちょっと前には実はスパーズに行くんじゃないかっていう噂が結構あった。ツイッターに載ってた。はい、まあこれ割と今 B リーグなんかでも、ファンの方々がかなり敏感になっててですね、その当該選手が、あるチームの選手と急にこうフォローし合ったりとかすると、あ、このチームに行くことになったんじゃないかっていうようなですね。なるほど、フォローの動向をつまんでるわけか。すげえ。そうなんですよ。めっちゃバカっけ。それがちょうど渡辺裕太選手に関して言うと、そのスパーズの選手とそういう流れになってたそうなので、そこでいよいよスパーズかと、まあそういう話もあったんですが、はい、これはまあ噂で終わったのか、わからないですけど、まだその可能性もあるのかもしれないですし、この前動画でいろいろアップされてましたけど、八村選手と一緒にいろんなこう NBA 選手たちとのこう合同自主トレみたいな、だからそんなの参加してる、ね、動画が上がってきてましたけども、もしかしたらそこでこう仲良くなってなんていうことなのかもしれないなと個人的には思っておりますが。なるほど。ごめん、モンキチ教えてほしいんだけど、ラプターズのトレーニングキャンプに参加してると。はい、でこれは契約に結びつく可能性はどんなものなの？まああるんですよね。あるんだ。なるほど。何の確証もないですけども、まあここでアピールすることによってっていうですね、もちろんこう僕やりたいです、トレーニングキャンプ受けたいんですって言って受けれるもんでもない、招集がかかって受けたと。
おそらくそういうことなんだと思うんですよね。なるほど、そういう感じか。ニュアンスはよく通りました。うん、なるほど。これ大きいニュースだってね。そうですね。まあだからもうグリズリーズっていうことではなさそうな感じですよね。そうだね。まあ、個人的にはグリズリーズのユニフォームとかね、うん、渡邊雄太選手自身もすごくあのユニフォーム似合うなと思ってたので、うんうんうん、なんか印象が強烈になったもんな、うん、そうですね、うんうん、なるほど。はい、次行きましょう。はい、うん、あとはもう何よりあの昨日今日、うん、一昨日と昨日っていうべきかな、天皇杯、うんうんうん、高校杯、うんうん、いろいろとこう話題になっておりました。なりましたね。話題になってましたよ。もちろんあの試合でしょ。そうですね、うん、まあ順番に、まあ、ちょっとそこは、ええ、あの話していきましょうかね。順を追って教えてもらおうかな。まず、11月28日の土曜日ですね、うんうんうん、はい、まあ、まず一次予選というべきですかね、これはね、うんうん、第一次ラウンドか、うん、はい、まずはこれ地域ごとになってるみたいですけどね、西日本と東日本とかで分かれてるっぽいですけど、うんうん、まず長崎教員クラブ対トライフープ岡山サテライト、はい、まあ、トライフープはこれね B3 に属してて、うん、はい、でこれは55対102でトライフープ岡山が勝ちました、うんうん、で、おとといの一番の大注目だったのが福岡第一対京産大、これですよ、うん、これちょっとずらしていきます。1ピリ21対22で、うん、京産1点リード、うん、で2ピリ17対19で、ここも京産が取ってるんですね、うん、だから前半終わった段階で3点リード、うん、京産が、うん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 、で3ピリが26対25で福市が取ってるんで、うん、3点リードが、京産の2点リードで、4ピリ、うん、で4ピリがですね、22対18で福岡第一が取りまして、うん、結果86対84と福岡第一が勝ちましたということなんですけど、これすごいですよね。これすごいよ。ほんで今年の京産強いぞ。そうですね、これちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、私はもっと点差離して福一が勝つと思ってたんですね、うん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 、正直なところ言いますと、いや僕もちょっとね福一寄りのコメントを前回でもしてたと思うんですけど、はい、まあ蓋開けてみたらこういいチームじゃないか、うん、いやこれで大学生が、うん、あの高校生に負けるなよっていう話は当然出てくるのかもしれないんですけど、うんうんうん、冷静に考えると、うん、福岡第一のメンバーって、うん、その留学生の有選手以外に関しては、うん、おそらくですけれども、うん、大学に進んだらもう1年生からバリバリ試合に出て、そう選手によっちゃスタメンになり、うん、おそらく全員 B リーガーになる選手だと思うんですね。そうね、うん、で京産だって当然選手を集めてるかもしれませんけれども、うん、やっぱり関東の方にねどうしてもこうメインの選手をこう取られてしまうっていう環境の中ですから、うんうんうん、だから1年後の今の福一のスタメンが1年大学1年生になった時に京産と戦ったら当然ね、うん、福岡第一の方が強いというか、まあ、そういう見方ができるわけで、そうね、うん、だからそういう意味では、うん、あのむしろ京産大がすごく私は、うんあのうん、頑張った試合だったんじゃないかなっていう感じはしますし、そうだよね、まあ後追いで、ね、いろいろハイライト含めて見ましたけども、うんうん、いやー一つ思ったのは僕、はい、そのフィジカルびっくりしました。えフィジカル、うん、それは福岡第一のフィジカルのことですか。そういうことです。あの、はい、相手、まあ、4回生じゃないですか、はい、もうそのフィジカルにそんなに当たり負けてないところとか、ちょっとあのディフェンスで、うん、あの なんていうんですか、あの踏ん張れる力っていうところが、うん、福岡大すごかったですよね。そうあの相手がこうガーって突っ込んできた時に、うんまあ、コースに入ったとしても、うん高校生の方が吹っ飛ばされるっていう印象があるんですよね、普通だったら、うん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 、ところが、うん、バーンってこうカットインで京さんのオフェンスが突っ込んできても、うん、ディフェンスがもう本当に押されずに耐える、むしろディフェンスの方が押しちゃうぐらいの感じ、そう押し返しちゃうような
体幹の強さというか、そこです。特にハーパー選手半端ないですね。ハーパーめっちゃいいやん。なんなんあのハーパーっていう選手、去年あんまり出てなかったですよね。ほんまそれわけわかんない、ね、もっと去年出てこいよっていうぐらい。いや本当そうですよね、全然出てきてなかった、むちゃくちゃ何でもできる、でフィジカル強い、手長い、ウィングスパン持ってるし、もう手長いし、なんかもう揃った整った選手やったね。俺ハーパー選手一番びっくりした。あのディフェンスのでも激しさは本当に神奈川大のような、そうですよね、ボールへの寄り方とかですね、圧力が半端なく、半端ない、押され負け全然しいひん、そう、あれこそディフェンスの迫力そのものですよね。そうで、やっぱり特筆すべきというか、ここ絶対言うとかなかなと思ったのは、ローテーションが早い、その、ダブルチーム行きました破られましたの後が早い、その後のクローズアウトとかね、逆サイに振られてもちゃんと、そう、もう足元に入ってますからね。そうやね、ローテーションめっちゃ早い、すごいですね。あれはびっくりしたね。本当です。本当練習見てみたいね。え、どうやったらああいう、こう質の高さで維持できるのね。いやすごいなと思いましたね。そうですね、まあこれ試合自体は本当は同点だったんですけどね、最後残り何秒かの攻防で、あのセンターのアリ選手がシュート打って外れたんですけど、それをもう一回タップして入ってブザービタっていう形 で、まあ、劇的な、まあ逆転劇と言いますか、なんと言いますか、なんかあっさり終わってしまったというかですね。でも、まあ、あっさりでもない、あの濃密な時間や、あれ、そのあのセカンドショットは1秒なかったでしょ。なかったですね。0. 何秒っていうところが勝負決まるっていう有限のねスポーツですから。あのやっぱり驚いたのが、やっぱあの留学生の選手の、なんていうんですね、シュートエリアが広いし、スリーも決めてましたね。そうですね、京さんでしょ。いやいや福岡第一、あ福一か、京さんもよ、京さんも、京さんのただそのアリ選手 の、 その最後 の、 そのなんていうんですかね、その押し込むところを見てても、なんですかね、体そんなに太くないのに、太くないなんか結構強いなっていう感じは、強いよね、体幹がしっかりしてんのかなですかね。シュートエリアも広いし、京さんの方もまあなんだかんだ言って同じような感じでやってましたけど、留学生の選手、ちょっと質は上がってんのかなっていう感じはしますね。そうやんな。でやっぱ面白かったのは、その留学生がまあ打ち解け合って打ち合って、まあその影響力としては下がるわけじゃないですか。はい。で外の実力が試されるのかなっていう見方を僕はしてたので、このアウトサイド陣の対決がすっごい面白くて、はい、でその時に際立ったのがハーパー選手と、こういう見方でしたね僕は。そうですね、なんかこう、マンツーマンとゾーンの違いがあるとはいえ、なんか前世紀の能代工業を見てるようなね、しかそれよりもむしろ個人への圧はもっと強くなってるっていうね、そういうディフェンス、まあ、ボールへの執着心とか、そこからのスピードと外からのシュートのこう迫力というかね、そういうところは本当に前世紀の能代みたいな感じをすごい受けましたけどね。あとそのブレイクチャンスで、はい、結構共産がやっぱ大学生ですしっかり戻ってたんで、そうですね、これがちょっと出にくかってで、まあちょっと普通で考えるとそこにやっぱパスを放りたくなるはずなんですよね。はい。でそれをあんまりこうブレイクに関するターンオーバーを量産しなかったっていうのをちょっと良かったのかなと思いましたね。福一、あのちゃんとこうコントロールしてディレートに切り替えて、はい、ゆっくり攻めるっていうのをハーパー選手がちゃんとコントロールしてて、あれの辺やっぱ上手だし、まあこうマイチームと照らしちゃったりするんですよ僕。でああい う、 こうブレイクのチャンスでこうやっぱりこう一線しっかり走る福一に、僕
僕らのチームというか、まあ、幼いチームだとあそこにやっぱり掘りがち。まあそうですね、そこをしっかりちょっとこう一瞬の判断だって、もうそれ判断があまり遅かったら遅れるわけじゃないですか。そうですね、ブレークがなくなるんですけど、そこを見て判断してやめるっていう力が高いなと思って、あれもすごいなと思いましたね。なんか、まあ、見どころはね人によってまた違うと思うんですけど、まあ、京さんは京さんで、こうなんて言うんでしょうね、こうチャンスで確率に点数を取るっていう、そこが非常にしっかりしてるなっていう印象を受けて、だから結果としてリードしてましたもんね、ほぼずっと、そう、やっぱりさすがだなというか。そうだね。いや、ほんでね、その、まあ、僕福一のことばっかり言っちゃってあれなんですけど、まあ、十何点開くわけじゃないですか。はい、15点ぐらい開いたかな。15点ぐらい開きました。15点ぐらい多分開いたと思うんだけど、あ、そらそら、でそっから一気にね行ったわけですからね。でそこでさ、普通は折れちゃうよね。うん、見てる僕が折れたもん。ああ、もうこういう感じかって、京さんやっぱいいチームが強いなと思ってたところ、あそこから巻き返す高校生ってちょっと普通じゃないよね本当に。まあ巻き返すっていうよりも、なんて言うんでしょうね、その3ピリ4ピリと1ピリ2ピリのその運動量が変わってないっていうところがすごいですね。すごいよ、変わってないどころが増えてんじゃないの、あのフルコートの厳しさそうですね、まだ体力残ってたんかっていう。いや本当に、いやあれできる遠野選手でしたっけ。え、遠野選手ってちょっとシュートが乱れてたかな今日。はい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 、今日ちゃうわ、昨日か。ちょっとあの打ち方見てると、これも普段刺さっとるなっていうようなシュート打ってましたよね結構。そうですね、シュートあれはもう打った瞬間入るなって軌道なシュートがすごく多いですよね、軽いタッチで打って。ちょっと今回乱れてたような感じでしたよね、なんか首をかしげるシーンみたいなのちょっといくつか見られたりして。そうですね、まあでも誰かしら入ってましたね、誰かしら入っとったけどね、いやでもしんどい時間あったよ、よくあそこを超えていったなと思う。しかも15点差ぐらいリード食らってて、あそこ折れずに、しかも後半ひっくり返すなんてもうちょっと、いやすごいチームやなと思いましたねやっぱり。まあ、あれですね、どっちかというと京さんの方がメンタル的にはむしろやりにくかったんじゃないかと思ってるので。だけど、まあ、15点京さんから食らっててさ、引き返せる後半高校生が。まあ彼らならでもなんかすごい、結構やで、あれすごいなと思ったわほんまに。まあ大変、まあ惜しいはね少ないでしょうからね、そもそもね普段やっぱりほとんどのチームに勝ってるわけだから、大堀相手にもね、なんだかんだ言ってずっと勝ってましたしね、まあね、そういう意味ではいい練習だったぐらいの感覚でいるんでしょうね。であとはその、昨日あった一昨日あった2試合としては、石川ブルースパークス対リンタツが、66対88でリンタツ、で ST 岩手対、日立金属ブルドックスは、73対98で、日立金属、ということで、2回戦に進んだのがそのトライフープと福岡第一、それからリンタツと、日立金属なわけですね。で、今日というか昨日か、2回戦、まずは、トヨタ合成スコーピオンズ対トライフープ岡山、これトライフープが、88対94で勝ちました。トライフープ強いね。で、今度愛新 AW アレイオンズ、対福岡第一今度は B3 との対決ですね。昨年食ってますよね。これも福岡第一がちょっとリードする瞬間も時々あったんですけど、基本的には愛新 AW が、まあ、総合的にはリードしながらっていう部分がちょっと多くてですね、
結論88対81で、愛信 AW が、名目を保ったというか、まあこれも7点差すごいですけども、すごいよ。で、私これちょっと移動中にずっと見てたんですけど、どうでした？これ愛信の、愛信 AW の得点の半分がカイル・リチャードソンなんですよ。もうほとんど彼が手に入れてました。やっぱ留学生とやっぱプロでやってる外国人選手の違いっていうところがちょっと出ちゃいましたね。別にその留学生が弱いとかっていうことじゃないんですけれども、ほぼここしかむしろ強みを生かせなかったという言い方もできます。なるほど。ほぼ、はい、カイル・リチャードソンですね。41点、88分の41は。で、その次に得点してたのが多分12点で村岸選手ですね、ルーキーの、まあ、筑波大から行ったですね、はい、あと10点が1人か2人ぐらいいたかなぐらいの感じなんで、そうですね。まあこれちょっとね、惜しかったですけどもね。確かに7点差だろ。惜しかったな。まあこんなチームとこんな試合できた上で、ウィンターカップに向かうわけですね。すごいな、すごい経験積んでるよねこれ。そうですね。まあ今日もみんな3入ってたな。まあ割とこう早いうちに空いたら3を放らせておいて、ハーパー選手は詰まった時に最後1対1でガーって強引に近いぐらいのプレーで行くんだけどもみたいな、そんなプレーが多かった感じでしたけど、パスの展開とかもすごく早いし、とにかくスチールというか、あのスペースを使ってこう相手チームがこうパスを回してるところをこうスーッと入ってって、こう上で結構ボールをスチールしてそのままレイアップ速攻に持ち込むっていう場面が非常に多かったですね。もううっかり不用意なパス出せないですね。必ず手が伸びてくるという。ほんまに、万が一通ったとしてももう構えてるもんね。だからそもそもの話、今回の仕組み変わってからね、なかなかその高校生が B リーグとか大学と当たる可能性っていうのもなかなかあんまりなかったわけですけども、でもやっぱりこういう全国で一番強いと言われるチームがね、こうやって高校生でも上がってきてくれると盛り上がりますね。そうやね、育成にもなるし、これもし愛信アレイオンズに福岡第一が勝てたらシーホース三河との対戦だったんですよね。すごい、まあ、それはそれで見たかったなというのも正直言うとありますが、であとは、B3 の岩手ビッグブルーズ対リンタツは、岩手ビッグブルーズが、75対67で勝ちまして、で東京エクセレンス対、日立金属ブルドックスを82対80ワンゴール差で東京エクセレンスが勝ちました、で今度女子ですね、おとといの方、まず11月28日、山梨クインビーズ対滋賀銀行、80対58で 山梨クインビーズ、で愛信 AW ウィングス女子の方ですね対、企業銀行ですね、84対61で愛信 AW、で日立三菱電機コアラーズ対、日本経済大学、84対33の大差で三菱、でトヨタ紡織対大阪人間科学大学、これトヨタ紡織が80対61、で日立ハイテク対県立アスワ、ここ高校生出てきてますけど、ね、アスワ出てきてたな、130対39って100点差近く90点差か。まあ日立アイデク強いわこれ。で、あとアルビレックス、新潟アルビレックス BB ラビッツ対秋田銀行、これなんと秋田銀行勝ちましたね、実業第1位。おお、マジで。これで確かアルビ一勝もしてないんじゃなかったっけな、あのそもそも、WJBL の方で確か。すごいな。そうですね、だからこの辺ってプロが絶対必ず勝つはずだっていう見方も世間であるかもしれないですけど、プロは要はバスケットでお金をもらってるからプロなのであって、上手いから、
プロじゃない人よりも上手いからプロってこととはちょっと違いますからね。そうやね、うん、だからそこはちょっとやっぱり誤解しちゃいけない部分もあるんですけど、はい、まあでもそうは言ってもね、実業団秋田銀行ってでもどのぐらい練習してるんでしょうね。いやむちゃくちゃしてるでしょ、それは半端じゃないやろな、なんで取ってるやろし、うん、ただ JBL に入ってないだけでってことなんですね。そういうことですよね、条件的に秋田銀行さん合わなかったっていうだけのことで、全然実業団やっぱり午後からはもうバスケやってるんですかねこれね、うん、午前中だけ出社してとかね、絶対やってると思う、うん、でしょうね、うんうん、で、今度昨日ですね、はい、29日は、トップチームも出てきまして、うん、トヨタアンテロープス対、平松病院、これ平松病院っていうのもいつも出てきますけどね、うん、123対33でトヨタアンテロープス、うん、でデンソーアイリス対山梨クイーンビーズ、デンソーが77対56で勝ちました、うん、で、東京羽田ビッキーズ対日立ハイテク、うん、これ日立ハイテク勝ちましたね、64対85。これね、ただ東京羽田これ、うん、あの本橋選手が靭帯やっちゃったんですよね。あ、そんなに飛車みたい角みたいな人いなかったんや。そうですよ、あのこの前代表の方でもだからこれで出れない感じになっちゃってますからね。うーん、はい、だからまあそんな中で余計に過酷やな。まあ、日立ハイテク以前ねご紹介させてもらったように、あのかなり今強いんですけれども、うんうん、まあその上に本橋選手を変えてしまったっていうところで羽田はかなりちょっと渋い結果になってしまいました、ね、うんでエネオス、まあ、JX が今もう JX じゃないのでね、うん、エネオス、エネオス、うん、エネオス対、日立笠戸、これ山口県ですねこれ確かね、笠戸って読むんだ、116対56でエネオス、うん、でシャンソン対アイシン AW、 シャンソン負けまして、72対64でアイシン AW が勝ちました、うんうん、ですね、うんうん、まあ、今一旦こんな感じで結果としてはなっておりますけど、うん、なるほどなるほど、まあなんといってももう昨日今日は福岡第一の話題で持ちきりでしたね。そこですね、うん、今日もちょっとバスケ関係者と会うことあったんだけど、はい、もうその話持ちきり、うん、あー出ないこう出ない、もういろんな意見が出ていろんな話しましたね。なんだかんだ言ってあの YouTube ね、うん、ライブかなんかでね誰でも見れましたもんね。うん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 、あれようできて、うん、あれ、うん、すごいよな、僕も見ました、うん、ですね、うん、まあそうだな、天皇杯、あ、こっから先はあとは12月のまた途中ぐらいからだと思うんですけどもね、うんうんうん、そうやね、次からは男子に関しては B1 がやっと出てくるというか、うん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 、っていうことですね。うーん、なるほど、じゃあ僕の方から一ネタ言っていいかね。ぜひお願いします。はい、私週末なんですけど、はい、兵庫県のローカルネタにいきなり飛び込みますが、はい、U15 の全国ジュニアクラブ選手権大会兵庫県予選となるものが行われてまして、はい、でまあ、実はセンターサークルは U15 選手権の方を勝たせていただいたので男女ともにこれには出場する権利がないんですよ、はい、で私その観戦ではないね、やっぱりこう、お仕事を賜ってましたので、いろいろこう会場設営だとか運営ですね、うん、これの、お手伝いをしに出席してまして、その時にたまたまいろいろ試合が見れたので、はい、今日ちょっとだけかいつまんでそんな話をしたいかなと思うんですけど、はい、まあ、なんといっても今日第一番に紹介したいのは男子の決勝なんですよ。ほうほうほう、これがねものすごいこうもつれまして、うん、で実はこれオーバータイム突入してるんですよ。なかなかありそうでなかなかないですよね、オーバータイム、まあ、ちなみにできたばかりの兵庫県ジュニアクラブ委員会としてはこれ初めてのオーバータイムということになります、うんうん、レコードされましたね、うん、で
ブレイカーズさんと V ウェーブさんの戦いだったんですけど、はい、もう残り何秒っていう、8秒ぐらいでタイムアウト取ったのかな、はい、タイムアウト開けてからしばらくしてなんで5秒とか4秒ぐらいで、はい、V ウェーブさんの4番の選手がスリーを放ち、それが刺さって、はい、もうほんと綺麗なスイッシュでペチョンって入って、うん、それで延長戦突入ということなんですよ。いやー、それまでもやっぱりこうディフェンスにその高度なロジック植え付けられないんで、チームに対して、はい、やっぱりこうルール上それできない、マンツーマンっていうルールがあるんで、それはまあちょっとできないということで、まあガチのマンツー同士の戦いということだったんですけど、うん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 、まあね、こうなってくるとやっぱ個人の能力というかね、サイズとか素朴なところがまあちょっと左右してくるわけなんですけど、うんうんうん、まあブレイカーズさんはすごい大きいし、まあ一つ V ウェーブさんはリバウンドに苦しんだっていうところと、やっぱりこうペネトレートしていくんですけど、どんどんドリブルドライブしたりするんですけど、うん、カバーリングに入る選手が大きくて、はい、もうファールもならずにブロックだけ食らうみたいな、もう前半連発してましてね、おいやこのサイズの差はちょっときついぞ、どうするどうすると思ったら、うんうんうん、まあ VA 分の安井コーチ、まあいろいろ考えてなんかベンチに指示を送ってましたけど、やっぱり動きがもう見違えるように変わり、後半から徐々に追いついて、うん、そうですね、最後には、4番の選手がスリーをスイッシュで決めて延長戦もつり込むみたいなことでしたね。でなんかねフルコートのマンツー結構やってまして、はい、やっぱりこの運動量も中学生にとっては結構大変だし、コロナの影響でねなかなか練習できないという理由もありまして、たくさん釣ってました。うん、足釣った子がいましたね。いやー、 V ウェーブといえばね、報徳学園の、はい、コンゴロデイビッド選手が出たところであり、はい、高須中学校にはなってるんですけど、はい、その恩師がその V ウェーブの斉藤コーチっていうコーチなんですけど、はい、まあ今日はね斉藤コーチ勝ってますけど、なかなか気が気ではないゲームだったと思うんですけど、まあ、まあ、そうですよね、その展開であれば、ね、見てるギャラリーとしてはもう本当どっちにゴールが入ってももう大騒ぎですよ、うん、もうすごいシーソーゲームで、まあ楽しかったですね今日は。いい試合見れてよかったですね、まあ、本当にすごいいい試合、まだ興奮冷めやらぬっていう、やっぱ泣きそうになるんですよなんか、なんか感情移入しちゃって、なんとも言えないねあれ、うん、一緒に戦ってきている子供たちでいつも設営とかにねいつも会うコーラなんで、余計に喜んでる姿とか喜んで泣いてる姿とか見てると、こっちまでもらい泣きしそうなぐらい心が震えました。あとはそういうプレーそのものが、うん、なんかセンスだけでできるものじゃなくて、うん、やっぱりこういう練習とか結構こういう厳しい練習をしないとなかなかできないようなプレーをこう見せてくれると、うんうんうん、やっぱ努力してきたんだろうなとかね、うんうん、なんかそういったことも含めてこう感動しちゃうっていうのありますよね、うん、そうですよ、確かに本当にそうやと思う、うん、よかった。あと女子はね、はい、兵庫フォースさんっていう、レイクフォースっていうチームご存知ですよね。まあ、セーターサークルがね去年男子でちょっと、全国ジュニアクラブ選手権準決勝で当たったところでね、うんうんうん、まあ名門のクラブチームなんですけど、そこの兵庫版みたいな感じで兵庫フォースっていうのが参入されてきてまして、はい、ここがジュニアクラブ、全国ジュニアクラブ選手権の兵庫の代表として優勝したんでね、うん、出ることになりましたが、早くも早くも
またね、いいチームなんですよ。すごいですね。ねえ、なんかあっという間にこう時間も経ち、ルールも変わり、バスケット自体がもう様変わりし、勢力図も変わりとね、いろいろ忙しいところなんですけど、まあ要シュートの入るチームですよ、レイクフォースさん。まあやっぱシュートしなやかでね、うまい選手多いですよね。兵庫フォースね、兵庫フォースさん。はい。やっぱいろんな動画でいろんな選手、若い選手いっぱい見てきてますけど、やっぱり本当に個人技はみんなうまい子が多い、そうやんな、見てて、もう中学生でこんなプレーできちゃうんだっていうね。そうですよ、そんな子ばっかりやで本当に。他方、バスケトークラジオでずっと僕言ってますけど、はい、いろんな小器用なことできるんですけど、インサイドアタックは絶対に下手やと思う。まあ教わってないですもんね。そう、あんまりどこでもね。ここだけはね、もうちょっとちゃんとしてる方がいいなと思うねんな。まあやっぱポストプレーって基本ですよね。どんな時でもとっさにできるとすごくいいっていうのはそうですよ、あると思うので。そんなんがございましたよ今日は。あ、もう一回最後に言っときますと、兵庫の、はい、JCBG っていうんですけど、ジャパンジュニアクラブ選手権、はい、JCBG っていうんですけど、 JCBG に出場する兵庫県男子はブレイカーズで、女子は兵庫フォースさん、ということに確定しましたので、改めて言っときます。はい、そうだ、あとちょっと、話をちょっと大人のバスケに戻しますけど、今 B2 がですね、今年あと2チームが、昇格をする流れになってるんですけども、まあ最初ですね、越谷アルファーズが出だしはすごく良くて、びっくりしたもんね、僕ら。なんか強えぞみたいな話になってて、逆に下馬評の一番高かった群馬が意外とスタートダッシュできてなくて、そうやね、どうなってんだこれみたいな感じだったんですけど、まあいろいろちょっと予想外のことがありまして、結果として今 B2 の順位なんですけども、ぶっちぎりでですね、1位のチームがありまして、はい、群馬クレインサンダースが1位に今飛び出てます。なるほど。やっぱ最初2敗しちゃったんですけど、そこからずっと勝ってますからね。すごいね。15勝2敗。東地区ですけど、1位が群馬でその15勝2敗。2位が仙台で12勝5敗。で、並んで茨城ロボッツも12勝5敗。で、ちょっと前までは福島ファイアボンズが2位だったんですよ。ですけど、この土日でですね、茨城ロボッツと福島ファイアボンズが対戦してですね、福島が2敗しちゃったので、茨城が逆転をしてっていうことで、福島4位に落ちちゃいましたけれどもね。で、その後5位に、8勝7敗で越谷、で山形が6勝11敗、で7位に、まさかのアスフレンズ3勝14敗。で8位に青森ワッツで1勝14敗ということで、アースフレンズが勝ててないですね。ちょっとね、調子悪そうね。こともあろうにバーンズ先生がですね、契約解除になってしまいました。はい、残念。そうですね。で今度西地区、1位誰が予想したか、佐賀バルーナーズが1位12勝5敗、これ全然予想してなかったですね、正直なところ。で2位にライジングゼファー福岡10勝7敗、で3位熊本ボルターズ8勝7敗、4位にファイティングイーグルス名古屋9勝8敗、その下5位に西宮ストークスで7勝9敗、6位にバンビシャスなら6勝10敗、7位に香川ファイブアローズで6勝11敗、8位が
愛媛オレンジバイキングスで5勝10敗となってますね。うん、なるほど。うん、で、この際だから、うん、いろいろランキング、うん、ですね、得点に関しては20.6点の1位が2人、うん、茨城ロボッツのマーク・トラソリーニ、これレバンガにいた選手ですね、うん、あと仙台にいるエリック・ジェイコブセン、うんうん、でリバウンドは 12.5 で1位が2人、うん、越谷のアイザック・バッツ、それから香川ファイブアローズのケビン・コッツァー、うん、ケビン・コッツァーってこれ最初の年に確か京都ハンナリズにいた選手ですけどね、うんうんうん、でアシスト、ぶっちぎり、ぶっちぎり熊本の石川海人選手 8.5、うん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 、2位がファイティングルス名古屋の杉本選手で 7.1 なんで 1.4 も2位に差をつけてるというね。うーん、ブロックショットは福島ファイアーボンズのネパウエ選手で 1.7、 スチールは、ストークスにもいたことある大塚優斗選手、バンビシャスなら 1.9、うんうん、ですね、うん、でスリーポイントが群馬クリーンサンダースの山崎亮選手、去年もレプレックスにいましたね、うんうん、これ成功率ですね、本数ではなくてね、うん、でフリースロー、これ何本打ってんだろう、これフリースロー 100% がいますね。佐々木流星選手っていうのかな、これ熊本、うんうん、これ本当何本中何本なんだろう、これそれが出てないな、これちょっと分かんないな、まあでもそんな感じで 100% がいるという。ちょっとフリースロー、これ B1 の方もちょっと見てみようかな。B1 は、まず得点はニック・メイヨ選手とニック・ファジーカス選手、うんうん、23.1、うん、リバウンドぶっちぎりだなこれ、13.1 で、ジャック・クーリー選手琉球の 13.1 リバウンドってもうずっと取ってるようなイメージになるやろね。いいですね、はい、うん、これね、アシスト、うん、誰だと思います？全く想像つかないよ、分かんない。これちなみにね、ポジションガードの人じゃないっす。そうなん？はい、うーん、やろうと思えばガードもできるんでしょうけど、ガードじゃないっす、うん、分かんない。マブンガです。マブンガ、そうか、マブンガ前からアシスト上手やったからな。はい、 6.8、 すげえ。で2位が、エベッサの伊藤選手で 5.7 だから、うん、2位に 1.1 差つけてますね。すごいな。ブロックショットは、うわ 1.3 で4人並んでんなこれ、ブレックスのジョシュ・スコット選手、大阪のアイラ・ブラウン選手、広島のジャマリ・トレイラー選手、うん、そして秋田の、カディーム・コールビー選手ですね、うん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 、でスティール、あ、これ意外というか、3円ネオフェニックスの川島選手が 2.9 で1位、うんうん、でスリーポイント、これも成功率は、あ、これは予想してなかった、うん、1位が須田雄太郎選手ですね、アルバルクの 53.5%、 2位が、ベッサの橋本拓也選手で 51%、3位が 48.3% で金丸浩介選手ですね、うん、で4位に 47.5 で狩野選手、フリースロー、1位 94.1%、 アイシンの選手ですね、うん、アイシンというかシーホース三河の選手です、うんうんうん、フリースロー 94.1%、 うん、長野選手、うん、金丸選手ではありませんね、これ。おお、そうだね、うん、2位が田島朝日選手で 93.8、うん、もう一人2位で岸本龍一選手、琉球、これが 93.8 です、うんうんうん、金丸選手なんかランキングに入ってないな、これどうした金丸、あらら、なんかちょっと意外ね、うん、まあランキングはこんなところですね。うん、まあ B1 の順位はちょっとまたね、うん、
今度別の機会にとは思いますけれども、そうですね、ちょっとねあのコロナの関係で一回日本代表選手招集される話になってたんですけど、そうやな、招集されてたんですけどね、うん、ちょっとね陽性反応出ちゃった選手とかもいて、そうで大会の方も延期になったということで、いやー気の毒流れちゃいましたね、しょうがないしょうがない、でちなみにその時招集されてた選手っていうのが、竹内康介選手、ジョージ選手、それからギャビン・エドワーズ選手、篠山竜星選手、金丸康介選手、辻直人選手、ライアン・ロシター選手、比江島誠選手、アキ・チェンバース選手、田中大輝選手、張本天傑選手、安藤誠也選手、そして橋本康介選手、富山ですね、それから、富樫勇樹選手、ベンドラメレオ選手、安藤修斗選手、それから佐藤拓磨選手、シェーファー・B・コウキ選手、それから東海大4年の西田雄大選手ということでしたね、なるほど、西田雄大か、絡んできましたね、まあ、ここに関してはちょっと育成兼ねてってとこじゃないかとは思うんですけどね、橋本康介選手もなんか私はそういう感じの枠で選んだんじゃないかなっていう気はしますが、そうですね、なるほど、今度代表、ね、招集されるのはいつになるのか、いやー本当やで、気が遠くなるぐらい待たなあかんのか、はたまたワクチンが開発されて接種できるようになるのか、でも改めて思うんですけど、今日もそのポートアリーナ行った時に思ったんですけど、やっぱり会場設営する前と後のこの違いってすごいですね。ああそう？やっぱり、普通はアリーナ席って2階とかにしかないから、なんて言うんでしょう、なんかこう、7000人も入るようには見えないんですよね、今日のポートアリーナにしても。だけど実際は1階席とかもあんだけ椅子とかバーって並べてこうね綺麗に、コートのギリギリのとこまであって椅子とかが来てってなると、だから皆さんのこの作業っていうのがものすごいっていうものがすごくよくわかりますよね。本当ね、なかなかですよ本当に、なんか全然別の体育館みたいに感じちゃいますからね、やっぱりそういう時あるよね。ほんで演出頑張る B でもね、なんか選手登場とかすっごいこだわってるところもあれば、そうですね、まあちょっとほんと見始めた人、 B 見始めましたっていうような方とかはちょっとチェックした方がいいなと思いますね、そうですね、細かいところまでね、そう、より楽しみが深まるのではないでしょうかと。はい、今日はこんなとこですかね、もみきっちゃ。そうですね、ちょっとした小話というか、ここで紹介するべきなのかどうかは分かりませんけど、今ねポッドキャストで、あの B リーグのチェアマンの島田さんの番組があるんですよ、本当にね1回15分ぐらいでいつも、毎週木曜日、島田のマイクっていうのがあって、面白いんで聞いてるんですけどね、なんかいろんなチームのところにやっぱりこう視察に行ったりしてるから、その時の模様とかをこう話してるんですよ、でこの前ちょうど秋田を訪問した時の話をしてて、面白かったんですけど、なんか秋田ノーザンハピネッツは今、秋田駅から本当にすぐ目の前のところの、なんか JR と共用の施設みたいなのがあって、そういうのがなんか新しくできて、そこを借りて練習したりとかしてて、しかもその同じ建物の中に秋田のオフィスもあるらしいんですよ、でなんか聞いててすごいのが、ガラス張りになってて天井が、あのその練習場の、でその上にオフィスがあるから、オフィスからガラス張りで下見ると体育館で練習してるのが見えるような。すごないそれって。ね。すげえな。まあちょっと考えてみると、じゃあ秋田のオフィスに女子社員の人がいたとしたらスカート履けないじゃんとかね。いやほんまそうやで。一瞬ちょっとそんなことも思ってしまいましたけど。でもなんかそういったところでこう常に練習も見れて一体感を感じるなんていうようなね。まあそんな印象をまあ島田チェアマンは受けたらしいですけどね。でやっぱりその話に出てたのが、
まあ、特に新人選手を獲得するときに、うん、今大学生とかのですね、うん、やっぱり練習環境っていうところも、うん、やっぱ見て決める選手っていうのがやっぱりこれからは多くなってくるんじゃないかっていうところで。なるほど、うん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 、もちろん給料も大事だし誰と一緒にプレーしたいとか、うんね、どのヘッドコーチの下でプレーしたいってことも大事なんですけれども、うんうんうん、やっぱり練習環境っていうのもすごく惹かれるものがあると思うので、本当に、うん、だからこんなの見せられたらもう、うん、もう選手たちみんな傾いちゃうんじゃないかみたいなね、うんうん、なんかそんな立派な施設だったらしいですよ。へえ、うん、そうなんだ。まあこれからね、まあ、そういうチームが少しずつ増えてきたりするんでしょうし、うん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 、ね、うん、まあ川崎なんかもね割と練習環境すごくいいみたいですね、うんうん、まあ体育館は伝統の体育館使ってるにしても、まあ、多分クラブハウスみたいな、なんかそういうものは多分ちゃんとあるんだと思うんですよね、うん、そこで確か食事がちゃんと取れたりとかして、うん、うん、すごいな、この辺ですごい差が出てきちゃいそうですね、やっぱね。そうよ、選手マインドに大きく関わるところやからね、うん、うん、確かに。したらこのコロナ禍でね、うんうん、そんなことがちゃんとできちゃってるなんていう、そういうチームはさらに魅力的に映っちゃうでしょうからね。そりゃそうよ、うん、まあ、でも最初はねこういうチームとそうでないチームの差がボーンと出ちゃったりしても仕方がないのかなと思うし、うんうんうん、逆にそういう力を発揮できるチームがまずはね、うん、やっぱそのリーグを引っ張っててくれるっていうような、うん、まあそういうような形が、そういうような構図があってもいいのかなと、うんうんうん、個人的には思いますけれどもね。いいこと言うね、うん、我ながら、うん、もうない？今日はそんなところですかね。出し切りましたか？ちびちび、はい、うん、またいろいろ出していけたらなと思います。お願いします。はい、いや今日も勉強になりましたよ。そしてバスケがまた一つ好きになりましたよ。感動したね僕は。今日はもう目玉は福一だと思ってるんでこれはね本当に、まあちょっとモンキさん見れてないよ。福一と京さんそんなにいい試合だったの？体調が感動して涙流しそうになったゲームどんなのって言われた時にどこ見たいんでしたっけ？どこ見ればいいんでしょうね。バスケライブじゃない？バスケットライブだったら見れるんでしょうね、うん、バスケライブ。ただそれに入ってない方だと多分ね、あーちょっと見えないよね。ただハイライトとかは YouTube で検索するともう上がってましたんで、続きはこちら状態で出してるってことだよね。そう、ハイライトつっても10分ちょっとぐらいはあるものなので、うんうんうん、割とこんな感じなんだっていうのは見れるんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど、うん、うん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 、特にその京さんとの試合の方はもう上がってましたね。うん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 、うん、今日の方のが上がってるかどうかちょっと分かんないですけど。そうやね、今日さんの見たわほんまに、うん、帰ってから追っかけも見たしライブ映像も見たし、うん、ライブ映像ね、うん、ずっと見れてないんですよ。ああ、まあいろいろこう仕事してまして、その時は会議だったんですけど、うん、ちょっと見れてないところもありましたので、それを追っかけて、うん、ライブじゃない状態で見に行きましたね。うん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 、どうかな、はい、うんうんうん、まあ今日はこんなところですね。はい、さあ皆さんも、今日は何回目？441回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と文吉でした。 See you next time. バイ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 。